文字化機動トークスは書道や文字って面白いし楽しいよと何とかお伝えしたい、そんなチャンネルです。お相手は書道家の竹内と音楽家の田中でお届けいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ということで続きです。名前名付け会、はい、名付け会第3回なのか4回かな、うん、ぐらい、まあ、一応まあ、うん、3でいいんじゃない、うん、もしねあのこれさっき収録2を収録した時に、ねうん、ちょっと2が長かったから、うんまあ、2を2の1、2の2みたいな感じで出すかもしれないんで、うん、まあ4本目になってるかもしれないけど、うん、まあでも一応3ですこれはね、はいはい、まあまあ、まあ、概略的にちょっと振り返っておくと、はい、今年の初め2月ぐらいに、うん、まあそのいわゆる俗に言うキラキラネームみたいなものへの、うんまあ、法改正で、法審議会みたいな、ね、審議会が開かれて、うんまあ、キラキラネームが付けられなくなるかもしれない、まあ、2023年の2月ってことだね、うんうん、でまあその審議会の内容というかね、うん、その事例だったりとかっていうのを、うん前回話してきましたと、うんはいはいはい、まあその前提で言うと、名前っていうのは今その登録が、漢字だけしかないと、うん、なんで読み方は、なんて読んでもいいというふうにルールとしてなっていると、ルールっていうかルールがないという条件になっているという状態になっているので、まあ、法改正案としては読み仮名をつけましょう、あの戸籍としても登録しましょうっていう話と、うん、あとは、そのキラキラネームみたいなちょっと行き過ぎたというか、なんかこれはどうなのっていうののルール作りをしましょうみたいな、うんまあ、ちょっと補足というかまとめるというかあれですけど、まあ、あの出生届とかには振り仮名を振るのがあるんだけど、うん、あの戸籍、うん国が管理してる戸籍、本籍どこどこみたいな免許証とかにね、うんまあ、今書いてないかもしれないけど、まあ、その本籍地というか、うん、その戸籍の方は漢字が登録されるだけ、漢字とかひらがなだったらひらがなが登録されるだけで、うん、読み仮名は戸籍には登録されてないと。そう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 、出生届とか、うん、あまあ多分例えば住民票とか、うん、そっちは読み方も登録されてるのかな、うん、みたいなのがあるけどね、うんうん、そう戸籍の方の話の審議会、ねうん、まあそうですね。でまあ、ただそのルール作りと言っても、うんまあ、今そのルールとしてはさ、その、2999文字の漢字、使える漢字、まあ、常用字と人名用漢字の合計ってことね、うん、とあとひらがなカタカナみたいな、うんはいはい、っていう世界の中で作っていきましょうっていう話なんだけれども、うん、でまあさ、やっぱ名前ってめちゃめちゃいろんなものがあるし、もうすでに付けられてしまっているっていう状況もあるわけだし、うん、まあその名付け方みたいな話も、まあ、その文化的なものだったりとかさ、うん、まあ言葉は生き物だ的な話もあるから、うん、どん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 変わりゆく中で、まあ、どこでそうじゃ何がダメで何がいいのかみたいな、うん、っていうものをなんか今細かくなんかリストアップして話し合って、お偉いさんたちが話し合っているという状況っていうね、うん、なるほどね、ところですね、はいはい、でまあそんな話を前回までしてきたわけなんですけれども、うんはいはい、なんか今回ねこの話を、まあ、私結構その名前名付けのことがすごく好きなので、まあね、前回の最後の方でもね、うん、その話しましたね、うんうん、大好きで本当なんか大学生の頃から本当に名前名付けブックみたいなやつを持って、うん、セミプロプロなんか社会学をね専攻、まあ、大した社会学をやってなかったので何も言うことはないんですけど、いやそれはそこでその担当の教授にも失礼だ、いやいや申し訳ないぐらいダメな学生でしたけれど、なんか名付けに関する卒論にしようかと思ってたぐらいだったもんね。そうなんかやんなか結局ダメ学生すぎてやらなかったし、うん、そんなことをなんかめちゃめちゃ深掘りしてたわけではその時ではないんですけれども、はいはいはい、まあでもなんかかなり興味があって、うん、でなんかその漁っていたらですね、今回あの大正時代の本をなんか一個見つけて、うん、生命の研究、研究、まあ、生って名字の生ですね、うん、あだから、うん、あの名字にもの名字も載ってる本なんですけれども、うんうんまあ、ちょっとそのなんかもう本当に破れかぶれのカバーと大正時代の本、ね、そう、あ定価4000円だからめっちゃ高いんだ、当時の4000円って相当、荒木良三先生、うん、第一書房館、うん、なんか今ねそれ言っていいのかどうか分かんないけども、珍名集って書いてあるもんね、奇声珍名集、奇声は奇妙な奇だね、うんうん、不、南君生辞典、あそうだね、だから読みづらいぞみたいなやつの、うん、なんかそういう事例を集めた、名前の事例を集めた、でまあ、あのこの方が思う、まあ、この荒木良三先生ですかね、うん、論考みたい、論考というかなんかちょっとエピソード的なものが書かれていたりとかする本なんですけど、うんまあ、なんかちょっと今日はね、なんか
気軽にというか、うん、気軽にあの名前の話していいのかどうなのかっていうのもあるんだけど、うん、まあ、その大正時代からなんかその、まあ、変わった名前というか、うん、こんな名付けの方法あったみたいな、あの一部に出てきたと思うんですけど、あの前回前々回かな、うんうん、その青鬼とかさ、はい、弟くんは赤、あ、ん、お兄ちゃんが赤鬼、弟くんは青鬼みたいな、うん、はいはい、だけどなんか昔はその子供がなんか結構すぐ死んじゃったりとか、まあ、病気になったりもしね、するから、うん、だからまあ鬼でもいいからそこにいてほしいみたいな、うん、あの強い子であってほしいというかね、うん、あの死なずに生き残ってちゃんと育ってほしいみたいな願いを込めてつけられていたものっていうような名付けの仕方をしていたりとか、うんうん、今だったらさ、それさ、ちょっとね、その悪魔ちゃん事件みたいな話がありましたけれど、うん、なんかどうなのって行政側に止められちゃうかもしれないぐらいの名付けが、うん、実はなんかそういう、 こう思いがあってというか、うん、まあ、時代背景もあってのことだから、うん、なんかその時代のこの大正時代ですかね、でも大正時代に出版されてるからおそらく、名付け自体はまあ明治ぐらい、うん、江戸とか明治とか、うん、そのぐらいのものになるかと思うんですけど、うん、まあ、そこからちょっとなんかあの気になった名前を拾ってみた話っていう話を今回したいと思います。ちなみになんかこのね、この生命の研究とこの荒木良三先生、うん、著作ですかね、この大正時代に、ね、そうですね、発行されてて、これなんかさっき言ってたけど、あのデイリーポータル Z さんでも、あ、そう、ね、偶然にも、もはやなんか私記事を書いた、そのノートにね、私も記事書いているんですけど、うん、その後にね、なんかね、言い訳みたいになっちゃうけど、うん、後で見つけたんだけど、うん、なんかかなり面白いから、そういうね、ライターさんも拾っている。でも竹内さん自身がさ、この大正時代の本を手に入れてるわけだからさ、まあね、そうだね、うん、ヤフオクで買ったの、なんか何で買ったか、いや、すごいよ、その買ってるやつがそれをまた別の人も買って、そうだね、ね、そのでデイリーポータル Z さんとかね、うん、だからそれで取り上げられてたっていうのがこう、ね、まあ、そんくらい面白い本だぞ、そうだ、ね、っていう本のお話、うん、まあ、我々がねデイリーポータル Z さんより面白くできるかはちょっとあのここからにかかっておりますが、ね、どうなんですか、まあ、で先生、めっちゃ読みづらいというかさ、その求事で書かれて、求事歴史的仮名遣いみたいな話で、ちょっと見ていいですか、なんかそんな古い本、今ね匂い抜けちゃったけど、なんかすごいね、めっちゃなんか紙臭かったっていうか、古い本臭かったもんね最初ね、今ちょっと本はあの抜けたけど、あの匂いは抜けたけどね、わすごい、本当にちゃけてる、すごいよね、なんかもうこれはなんかさ、社会学的なフィールドワークみたいな話にめちゃめちゃ重要なんじゃないかと思うんだよね、そうだね、うん、実地でさ、多分さ、あの何、国の資料とかにさ名前とか載って、そっから拾ってるみたいな、そうだね、でもあの郵便局、どこどこ郵便局から手に入れた名前ですみたいな、うん、あ、そう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 、なんか出典元が軽く書かれてて、うん、まあ、ただそこでもやっぱりその読み仮名って、これ読み仮名あったらもっと面白かったと思うんだけど、読み仮名はやっぱりその時にもさ、集めた資料としても読み方がほとんど振られてなかったと思うから、あの漢字だけしか載ってないんだよね、そうね、うん、これなんかあの例えばこれは置いてっていう字かな、 どこどこに置いてみたいな、あ、そうだね、あの方っていう字に、あっとってことね、うんうん、会場とかのとこにね、何、うん、とかに置いてっていう、方って方角の方に、うん、これはなんか傘冠みたいなって呼ぶのかな、うん、傘、あ、傘ね、うん、はいはい、に点々って書く、まあ置いてっていう字、置いてっていう字ね、うん、おの、ひらがなのおの元になって、でこれあの、あ、そうなんだ、そうだよ、うん、これあの置いてっていう字に勢いっていう字で、おせさんっていう名字のところには振り仮名を振ってあるんですけど、たまたま開いたね、分かるものには振ってある、うん、でも置いてに保つっていう字、うん、保険の方、うん、これは振ってないから読めない、そうそうなのよね、だから読めないから残念な部分もあるんだけど、分かりえないみたいな、で読めてたらもっと、読めてたらっていうか、本当の振り仮名がさ、読み仮名が振ってあったらもっと面白いなと思うんだけど、さだよしさんとかね、うん、貞子の貞かなに、あの吉という字で貞吉、これは振ったるけど、隣に書いてあるやつが振ってないから読めないっていうね、もはやなんて読んでいいのか分かんない、まあまあそんなような、なんかそうだね、うん、だから読み仮名も分かったやつは載せたけど、他は別に分かんないやつは載せてない、載せられてないってことなんだろうね、そうだね、まあしょうがないもんね、しょうがないよね、うん、そう、なんかここからなんかその昔っぽい名前みたいなさ、やつとか、はいはいはい、をね、なんか本当に軽く拾ってみただけなんで、これぜひ皆さん、あの まだヤフオクとかにあるんじゃないのかな、よくわかんないけど、なんか興味ある方は見てみると面白い、結構本当に面白い、いや面白い面白い本だと思う、
うん、これパラパラとめくって見てるだけでかなり楽しいわ。そうでしょ、うん、そうでしょ。なんかこう飲みながら話ができるぐらいのなんかそうだね、うんうん、酒飲み本としてはちょうどいいかも。そうだね、うん、バーカウンターとかに置いておくと、うん、そうだね。いいバーテンのさんのさね。あ、へえ、こんな人いんだ。悪悪悪悪源次郎さん、京都市境町。あ、これページも言っとくか。さっき僕話題にした確か290ページかな。今138ページを開いてます。うん、あ、その、うん、アクさんっていうのはあれよね。名字、ね。名字。うん。アクさんっているんだね。うん。まあ、いろいろ、本当にいろいろいるんだと思う、ね、うん。そうね。すごいね。うん、今も残ってるのかどうなのかわかんないけど、ね、うん。さっき天海一さんとかってね。ね、そうそう、なんかね、もう、なんか、田中さん拾っていく回みたいな。いやいや、ちょっとすいません、すいません。まあでも、そういう拾い方をした。なんかそのぐらいのパラパラ見て、うん、なんか、通読してるわけじゃなくて、パラパラ見て、おおおっていう感じのやつを拾っただけだけどね、私もね。僕もつい面白くて、読んじゃいましたけど。はい、そう、でもそう、天海一さんみたいな話いくつ、私も一個拾ったやつで、うん、大統領さんっていう、なんて読むのか分かんないの。大統領って書く、漢字が書いてあるんだけど、うん、この中に載ってるやつなんだけど、なんて読むのか確かにわからないんだけど、うん、なんとか大統領さんっていう。ああ、名前の方名前が大統領。うん。うん、だからまあ、大統領はじめとかじゃなくて、田中大統領みたいな。あ、そうそうそう、田中大統領。でも、うん、なんかさ、これは、なんかこうさ、願いを込めて大統領にしたのかさ、なんか、あの、何受け狙いで大統領にしたのか、ねえっていうね。しかも。もう受け狙いでも、まあ、意味はプレジデントなんですか。まあそうね。日本ではさ、大統領いないしね。うん、うん、アメリカンな感じなのかね。そうなんだろうね。まあ、あれでも統領ってことだから、まあそうね、あ、まあまあ統領ね、うん、だからまあ元はそのプレジデントの意味っていうか、アメリカの、ね、大統領みたいなことじゃなくて、うん、そのなんかを全ている人のさらにそれを全ている人みたいな、うん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 、まあそうね、だったかだろうけどね。まあまあまあ、でもなんか、うん、インパクトあるっていうか、まあそうね、名付けにはなんかすごい、はいはい、すごい圧力があるよね、うん、まあ王子様とかと同じ方向性というかね、うん、そうだね、うん、うん、っていう感じがするけどね、将軍みたいなね、うん、うん、あとなんかさ、昔はさ、よくさ、あの野口鹿さんの話さ、前ちょっと、うん、前ちょっとっていうかノートも書いてただけかな、はいはい、うん、あの野口英世さんのお母さん、うん、はいはいはい、のなんか書がすごいみたいな話でさ、うん、ちょっと出てきた、はいはい、だその鹿さんとかのお姉さん犬さんみたいなさ、あ、動物の名前つけがちみたいな、はい、しかもカタカナなんだよね、うん、まあ、鶴さんとかね、うん、私なんか近所のおばあちゃんがサイさんって、これ本の中の話じゃないんだけど、サイさん、カタカナでサイ、うん、でもなんかさ、どこでこの本に書いてあったんだっけな、忘れちゃったけど、その女性の名前でそのカタカナの2文字とかさ、うん、なんなら1文字みたいな字も、あの名前もイさん、イさんみたいな、イさんとかもいるのよ。なんかなんでイで止めたんだろう、ね。じゃなんかだから、それがなんかカタカナである理由とかも、なんか女性はなんかその学がないみたいな、だからなんか簡略化した字を使う、漢字はその男の人のためのものだから、はい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 、だからその女の人の名前をつけるときに、そのわざわざカタカナを使うみたいな、簡単に書けて、うん、書けるようにみたいな、うん、まあね。ポジティブ方向に取るのかネガティブ方向に言うのかはちょっと置いといたとしても、まあでもまあまあポジティブ方向なんじゃないですか、まあ簡単にみたいなね。そうで、まあその漢字っていうものは男の人のものだからみたいな、なんかそういう、まあ、男の人っていうか、要するに当時だと、まあ、学のある人みたいなね、ね、学校に通ってお勉強するみたいなのは、うん、まあ、男の人っていうかね、うん、で女の人はその家事全般とかさ、うん、ぬか床どうするとかさ、うん、なんか多分そういうのを家でお勉強というか、そう、ね、うん、したりするっていうことで、まあそういうふうに役割がね、分かれてたと思うんで、うん、そうすると、まあ、学校に行かないことが前提であれば、うんうん、まあ簡単な字にしといた方がいいよね。まあ一文字とかね、ね、うん、絵さんみたいなね、うん、なんかでもそういうなんか一文字の名前とかもね全然あったみたいよ。うん、うん、まあ、あとね、鹿とか犬とか、うん、もうね、なんか鳥とか牛とかもあったみたいだけど、うん、なんかね、でも名前にするときにさ、鹿さんじゃない、鹿さんではないみたいなさ、名前にすると2文字にするとさ、なんか確かに前1文字目にアクセントくるよね、犬さんとか、ね、そう、なんかこれ そうだよなと思いながら、猫は元からそうだね、猫っていう人はいないよね。牛っていう名前もさ、あったけど、牛さん、牛さんだよね多分ね、うん、ね、なんか名前にするとその
第一音に。ワニ、ワニは、ワニさん。は変わんないね。その、さっき、猫と同じシリーズね。猫と。猫と同じ。ワニさんっていうのは見てないけどね。うん、そうか。ロバ、ロバとかね。ロバ、ロバも。まあ、馬は馬だもんね。だこれも馬さんだ、ね。馬さん。うん。サイさん。サイも同じ。サイもサイ同じ。サイ、サイだね。犬さんは逆だもんね。ペロ。ペロ、ペロは違う。ポチ。まあでもね、なんか名前にすると、その2文字は一番最初にアクセント来がちみたいな。そうね。ちょっとなんか、そう、それを調べてるときに、なんか、はあ、そうかって思った感がね。まあでも、それは別に、あの、動物の名前、2文字だったらそうじゃない?うん。動物の名前でもってこと?じゃなくても。ああ。名前だったら。あ、名前だったら、1文字目にアクセント来る?うん、例えば「タカ」っていう字を書いて「タカさん」「タカさん」っていうでしょ2文字だったら2文字だったら多分一文、ね、名前で2文字だったら1文字目にあ、まあそうだね「朝さん」「リカ」とか「まゆ」とかああそうだねこれは「まゆ」「えみ」ね「えみ」でしょ「えみ」っては言わないじゃん「ゆうちゃん」とかもね「ゆう」だね「ゆう、ね」とは言わないじゃんそうだねうんなるほどなるほど、うん、まあだからそれがその普通の動物で犬っていう場合になんか犬っていう場合には逆になっちゃうっていうね、うん、あでもまあそれを犬って言ってたらねあこれは人名だなって分かるもんねまあそうだねうんドッグの意味じゃないぞっていう、うん、みんな知ってることかもしれないけど、うん、なんかちょっとした発見ごとあのばあちゃんだなっていうの分かるねそうそうそうサイさんサイさんってまあさサイは同じだけど、うん、サイの場合は分かんないよね動物園にいるやつかもしれないいやいや近所のおばあちゃん、うん、サイが近所にいてってあやばいねあなんだおばあちゃんねって、うん、サイばあちゃんがねいましたようん、なんかね、うちのばあさんも、あの、3文字だったけど、カタカナだったね。うん。うん。ね、ペロミとか。マサエ。本名で。絵はか、あの、あれだったね、キュウジの。キュウジの方。あの、でカタカナの方だから、似たり寄ったりだけど、あのこうやって、こうなる。鍵がちょっと入るみたいな感じのものでしたけどね。はい、うん。まあ、なんかこういう動物系の名前とかの、カタカナの名前とかっていうのは、女の人に結構ありがちみたいなのとかもあったし、うん、あとなんかその、あの、これもなんかちょっと前の回で話してたかもしれないけど、数字を使うみたいな。数字、まあ今でも全然さ、一郎とかさ、あるけどさ、それがさ、なんかいろいろあって、うん、あの、2345って書いて、2差し5。そのままなの工夫はなしだそう、だからなんかちょっと面白いなと思って、あの、あ、そっか、そのまま。で、しかも2から始まるんだ、みたいな。ね。なんか次男だったとしてもさ2345取っちゃったらさ、うん、ねその後続かないってことだそれは六郎くんとかになっちゃう六郎続けて二差し五はじめくんと二差し五くんと、うん、六郎くんがどうしたっていうねあのねその兄弟とかは見てみたいよね、うん、いやなんかよくさその時また話したと思うんだけどその36歳の時に親がねどっちかの親が36歳の時に生まれたからサブロックみたいな名前とかっていう名付け方も結構あったみたいなんですけど、うん、そういうなんかゆかりのあるその、まあ、年号だったりとかさ、うん、年齢だったりとか、うん、とかっていうのをこうあのな、まあ、名前に使いがちみたいな、うん、今あんま聞かないけどねその結構それでお前が生まれた晩は雪が降っていてねそれで雪って言うんだよ、うん、あまあまあねいい話あそうだねうんそれはそうかも、うん、あとなんかあれ11って書いて、漢数字11、うん。これ、なんて読むと思います?なんか、なんかね、でも答え言っても、ふんふん、まあ、まあねって感じだけど。あ、な、何?あ、もういいの?言うて。いいよ。うん、和人。あ天皇、陛下。え、そうなの?え、違ったっけ?和人じゃなくない?あ、違いますね。すいませんでした。わかんないけど。うん、なんとか人だった。なんとか人様だとは思うけど。まあでも、11でもさ、なんか字面的にさ、横棒横棒みたいなさ、11って和人、うん。っていうのも、ね、どういうことやねんっていう感じするけどね。まあ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 ね。まあでもね、いいね、こう、名前の話するとね、その個人の方が本当にいらっしゃったわけだから、うん、ね、あの、そういう。まあでも、いや、でもまあ、わかんないですけど、和人さんがもしいらっしゃった場合でもね、なんでやんねんって多分、ちょっとは、ちょっとは思ってると思うよ。そうね。うん。うん。とか、あと、あの、800人って書いて、うん。八尾と。まあ、八百屋さん。まあ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 、うん、八百屋、ね、まあまあまあ、これよく考えたな感があるっていうか、うん、なんか、ちょっと私いいなって思ったの、これ。うん、なんか、よく意味はよくわかんないけど、うん、
なんかその八尾っていうのは別に八百万とかさ、うん、八百屋とか、うん、いや多分なんか多いみたいな意味があるんじゃないかなと思う。まあまあそうそう、だけど、うんうん、まあそれをさ、なんか認定しちゃうとさ、800人っていう言葉になっちゃうからあれだけど、うん、まあ八尾とっていう風に読ませると思うと別になんかね、洒落てるなっていう、まあそうね、感じがちょっといいなと、まあね、なんか直人みたいなね、うん、感じするね、うん、八尾とだけど、八尾とだけどね、うん、でもなんかいい、これなんか今ね、現代に現れたらさ、なんか、うん、かちょっとかっこいいなって、ちょっと私はあの趣味的にですけど、ね、ちょっと思っちゃうけどね、好き感、うんうん、いいよね、いい名前だな、うん、いい名付け法、むしろ令和っぽいよね。あ、そうだね、だから、うん、名付け法としてなんかいいなっていう感じはするね。八尾美、八尾美、八尾美ちゃん、なんかここみ感が出て、あ、ここ違う違う、みここ感が出てくるね。みここね、みここ好きですね、我々ね、はい、うん、とか、まあ、あと時代をさ、反映したみたいなやつでさ、うん、あの、明治太郎新吉っていう、ちょっと笑っちゃうのも失礼な話ですけど。あ、長い、田中明治太郎新吉みたいな。そうそうそう、田中、うん、あ、これ今ね、全部名字の話はしてませんので、うん、全部名前の話なんですけど、はいはい、明治太郎新吉ってなんか、華々しいよね。明治太郎までだったら、まあ、分からでもないけど、なぜその後に。新吉が新しいに、あの、吉の吉ね、うん、大吉の吉で、うん。なんかでも、これも、なんか、あの、長いけどさ、なんか全部つけたくなっちゃった気持ちみたいなやつを。まあまあ、だから次元無次元無五行無数のやつでしょ。会社理数が来末、来末みたいな。そう。なんか、それの名付け法としてはさ、うん、なんか気持ちがなんか伝わってくるっていうか、はいはい、なんか、しかもさ、明治時代ってさ、きっと、すごい大変革だったわけじゃない、まあ、江戸後期から生きてる人からしてさ、ね、江戸末期からまたぐっていう風になってきた時代、まあ、鎖国が解けてね、うんうん、でなんかいろんなことが近代のさ、うん、ものになってくっていう、ね、うん、すごい、ね、時代だったと思う時代をこう生きている中でさ、うん、明治っていう元号になったみたいなさ、うん、でそっから元号もさ、確かその明治からなんだよね、その天皇が一つ、あの、うん、なんて言うんだったっけ、一世一元制みたいなだったと思うんだけど、うん、その天皇一人に、一元号が一つって、ね、うん、っていうのが決められたのも多分明治なんだと思うから、うん、まあ、明治っていう名前も華々しかったと思うし、うね、うん、あと太郎ってやっぱなんかつけたい、いつの時代もつけたいのわかるし、うん、でまあ新吉もう一個つけて、ね、太郎とかね。そうね、うん。太郎はやっぱいいよね。いいよね。うん。いいだって、太郎つけたいって言って、太郎、あの、つけたっていう、ね、うん、あの、方をしていて、その親御さんね、うん。そう、それもすごいいいなと思いましたし。うん、そう、明治太郎新吉はなんか長いけどいいな。いいね、いいねって感じがちょっと。あ、でも、あの、この2023年ね、令和太郎新吉は多分。そうだね、令和、だから、そういうこっちゃないって感じだよね。なんか、明治だからいいんじゃない？やっぱ、ね、そうだね。なんか文明開化のさ、はいはいはい、あのね、ちょっと浅はかなことしか出てこないけど、うん、でもなんかそういう華々しさがやっぱ時代的にもきっとあっただろうから、うん、これいいねって思ったの。うん。うんうん、長い系で言うと、あと、あの、白田への藤子っていう。のが入るんだ。なんか、白田への藤のなんとかなんとかみたいなさ、はいはいはい、短歌、うん、短歌を名前にしちゃうみたいな。ああ、そういうことね。そう。うん、で、その、白田への、なんかその名付け方ってなんか発想になかったなと思って。なんか二つ名みたいなもんね。なんかコアラのマーチみたいな、なんとか片腕のオリウみたいな感じだけどさ。なんかそういうなんとかの。そうだね。だから、あの、もはやタイトルみたいにさ、うん、なってきちゃうよね。麦わらの、みたいなね。うん。すごい、よね、麦わらのルフィってこと。まあ、みたいなね。いや、そういうこと。そう、でも、それを、こう、まあ、短歌からならいいだろうみたいな感じなのかもしれないし、なんかよくわかんないけど、うん、で、あと、白帯の富士のなんとかなんとかなのに、最後にこうつけるとね、うん、あ、でもこうつけるっていうのもなんかね、このぐらいの時代からっていうのが書いてあったけどね。あ、へえ。うん。あの、あ、じゃあそう、流行りというか。明治の流行りなんだ。うん。で、今も残ってるというかね。うん。うん、なんか、ね、白帯の。確かにそうだね、江戸時代の名前でなんとか子ってなんかあんまりイメージない、うんうん。でもまあそうか、そんなことないね。鎌倉時代でも北条政子みたいな人いたような気するし。ああ、そうだね、うん。そうだね。ちょっと、あれだけど。まあでもなんか、名付けとして一般、メジャー化したみたいな。メジャー化したんね。うん。っていうのがこの頃だったみたいだよね。まあだから、白帯の富士に、こうつけるみたいなね。と、その、女の子の名前になるみたいなさ。どっちだったんだろうね。白ちゃんなのか。富士ちゃん。富士子ちゃんなのか。うん。
ね、のなんとかのなんとかみたいなのはさ、なんか例えばののかちゃんとかはさ、うん、そののじゃないじゃん、うん、そうね、うん、だから、まあ、オブみたいな意味の方だもんね、うん、そう、女子のさのをさこう名前に入れるっていう発想はなかったから、うん、それはさ今回の法改正でも禁じられないと思うから、うん、なんか やってほしいね、誰かね、うん、なんとかの何こちゃん、ちなみにだけどちょっとこれ全然関係ない本題をへし折りはしないけど、うん、のって女子でいいの？女子じゃないの？あ、わかんない。だからなんか、うん、ほら、前置詞とかなんかいろいろあるじゃん。ああ、それを聞くったのが女子？女子じゃない？うん、テニオファとかって言うけど、テニオファ。のは入ってない。のは入ってないね。ちょっとドキドキするみたいな。テニオファのみたいな。オブって前置詞じゃない？女子って言わない？オブに関して言う。ああ、そうだね。うん。ちょっと調べとくわ。うん。OK。うん、まあでもなんかそののね、うん、オブののね、うん、のなんか名付け法、まあでもそう言ってたののかもそうじゃない、のの香りみたいなことだから、あ、のの花か、のの花とか、あ、そうか、のの村、うん、でのの村はさ、いや、まああれ名字だけど、のの村ってことでしょ、でもあれ踊り字になってるからさ、まあ、踊り字になってる、繰り返しだから佐々木みたいな話なのかな、うんうん、まあでもののかはそうね、うん、そうなのかも、そうか、じゃあ今もあんのか、わかんない。でもまあ白帯の藤子レベルの、なんかなんとか、そう、麦わらのルフィレベルのやつはない。うん、田中麦わらのルフィ。どうしたみたいな。でもなんか、どうしたん、話聞こうかっていう。でも、新しい感はあるよね、うん。で、しかもさ、だから、別に日本語として変なわけではないじゃん。うん。うん、まあでも、日本語っていうのと名前ってなんか、別な気もするけど。うん。まあでもなんか、こう、新しい枠組みみたいなのが感じられて、なんかね、これはね、ピックアップしてみたっていうね。やつね。うん。あとは、青鬼さんの赤鬼さんの話いっぱいしてきたけど、ね、うん、この話いっぱいしたからもう、それはいいんですけど、うん、あとなんか、投げる鬼って、これも読み方わからないんですけれど。陶器とか、ね、うん、まあ陶器くんとかなのかな、うん、さん。そう。まあこれとかもさ、まあやっぱ、ね、願い系よね、願いが込められてるっていうか、まあ、鬼を遠ざけたいみたいなことだよね、うん、なんか魔除けみたいな意味よね、うん、うん、まあ悪魔ちゃんもさ、避ける鬼と書いて避きとか鬼が避ける、うん、そうそうそう、あ、なるほどね、避ける鬼を避ける、ってああ避けるね、忌避の日、うん、ああなるほどなるほど、避きうん、だからそういうのもありみたいなさ、うん、なんか名付け法としてはさ、うん、その悪魔ちゃんとかだってさ、投げる悪魔とかいてさ、なんか、と悪魔みたいな、うん、だったとしたら、よかったんだろうか、現代としてさ、うん、行政側もさ、驚きはしなかったんだろうか、とか。まあ、あと悪魔っていうのは、ジャパンの本来のものではないからね。ああ、まあね、言い方としてね、まあ、鬼。そう、キリスト教とかから入ってきたやつでしょ。うん、鬼だもんね、日本的に言えばね。うんうん、まあそうね、確かに確かに。まあだから、まあでもその名付け方みたいなさ、うん、意味で言えば、まあそういうその、こういうことあってほしくないな、みたいな話で、なんかネガティブみたいな方向で使われる漢字を使うみたいな話も、うん、まあ昔は結構あったみたいな話があったね。そう、あと。まあで、あと、あれだよね。これどこだっけ？どこだっけ？あー、ってとこ、多分モンゴルだと思うんだけど、うん、モンゴルってなんか子供に、すごい汚い名前つけるんだよね。うん、それこそ悪魔とかうんことか。ああ、うん、なんか聞いたことある気がするね。そう、やっぱり同じ理由で、うん、その悪いものが寄ってこないように、うん、その汚い悪い名前にするんだよね、うん、わざとね。うん、そう。なんかやっぱそのなんだろうね、国とかにも全然よるよね。うん、アフリカとかのなんかどこだったか全然忘れちゃったけど、うん、その日にあった。ことをつけるみたいな、うん、洪水みたいな、うん、それは悪いことということではなくて、その日にあったこと、まあ思い出、ね、そうそうそう、記録、うん、っていうのでつけるとかっていうのは、お前が生まれた晩はな、うん、雪が降っていて雪これ2度目だけどなんか、うん、ね、雪は美しいみたいなさ話もあるけどさ、お前が生まれた晩は洪水があってな、それでお前洪水って言うんだよまあこうちゃんこうちゃんの子は洪水の子っていうね。そうなんだね、お父っつぁん、分かったよ。まあでも別に、うん、ね、まあいいっていうか、ただそういうことっていうか、うん、
まあ、それはその文化が違えどというかね、いろんなところでそういう名付け方はされてるから、うん、だから名付け方によってやっぱりいいとか悪いとかさ、うん、そういう話になっちゃうわけだから、うんうん、まあそうするとなんかめちゃめちゃ広く何でもいいじゃんっていう感じにやっぱりなっちゃうけど、まあそうだよね、しかも今インターネットがさ、うん、ね、なあのあんまり悪いながら話すようなことでもないけど、なんかあの潜水艦が爆発しちゃったじゃん。ああ、うんうん、爆縮っつうの、うんうん、あ水圧ね、爆縮ってね初めて聞いたよ、うん、まあ圧力がかかったらこう空気がさブンってなって、うん、温度がね、うん、分子とかの密度がバーン上がったでしょ、うん、みたいながあったんで、まあ爆縮だみたいなさ、うん、だ今までだったら雪がそこで降ってるから雪とかね、うんうん、だって洪水とかもさ、うん、だ世界的なニュースでさどっかで洪水があったとかさ、うん、だか昔は入ってこないじゃん、明治時代だったら。あ、まあそうね、そう、あそうだね、だから爆縮がね起きたのがね、あれどこで起きたの、うん、ほんタイタニック号が沈んでるところじゃないですか。ああ、アメリカの方、アメリカの方なんですかね、うん、まあでも今だったらねその情報が入ってきちゃうから、ね、入ってきちゃうわけだから、そう、だからそういうその今日あったのを名付けるのが大体通例だよねってなってる文化圏の人からすれば、そう、すごい範囲が広がってる可能性があるよね。ものすごい広いみたいな。タイタニック号が沈んでるところの話の名前で今日ね爆縮したから爆縮くんになるみたいなね。あまりまあそういうことよね。とかね。ね、ね、まあね、まあ広がっちゃったからネットで。うん、だ明治時代、まあ別にそれちょっとあまりそれをね話題にするのも不謹慎かもしれないけど、でも。要するに当時では知り得ないじゃん、うん、てかもっと言えば東京なら東京の身の回りに起こったことくらいが分かることで、うん、今日ね沖縄で何があったかはさ、まあね、分かりようもないわけですよ、そうね、全然分かんないよね、全く、まあ、1週間くらいして本当の大ニュースだったら入ってくるかもしれないけど、うん、その日あったから名前つけるみたいなシリーズだとさ、うん、でも今出来事がまあそうだね、ありすぎて、ありすぎて、ね、選べないね、うん、今はね、本当に、うん、で爆縮ぐらいさ、なんかあんまり聞いたことない言葉でさ、なんかその何音としてもさ、うん、あと名前としても聞いたことがないみたいなさ、うん、で出来事としても聞いたことがないじゃん、そんな船が爆縮したとかはさ、うん、聞いたことないから、うん、なんかね、記憶にのポストイット的にはさ、うん、なんか名前ぐらいとどめたいぐらいでかい出来事だった、する、ね、まあそうかもしれないね、うん、だ今アフリカで、ね、生まれたその文化圏、出来事を名前にするっていう文化圏の人は爆縮くんっていうのが爆誕しているかもしれない、まあ、そうだね、うんうん、っていうことだね、そういうことになっちゃうね、うんうん、はい、次回へ続く。